南雲生徒会長、お疲れ様です。今期もやっと俺を次回予告役に指名したようだな。新内はゆっくり登場すると言いますから。なるほど、確かにそうかもな。ところで、お前の好きな男のタイプは？え？好きなタイプですか？あまりそういうのはよくわからないのですが、好きじゃないタイプの人はいます。答えてみろ。次回予告が一度しか出番がない上に、相手の弱みにつけ込んで恋愛関係に持ち込もうとする人ですね。そういうのはちょっと生理的に無理です。次回悪を行うよりも、その悪に傷つけられる方がいい。突然だがほなみ、次回は見なくていいぞ。え、どうしてですか？どうしてもだ。絶対に見るなよ。